皆さんこんばんは今日はですねとっても役に立つお話をするもので必ず最後まで聞いてくださいこれ聞かないと損しますよ、えー、複雑さを生きるのですね中に出てくる、えー、その回帰的関係性、えー、ぐるぐる回ってるって話を話よくしておりますそれがですねちょっと分かりにくいかなって気がしたんで今日はめっちゃ分かりやすく説明することにしましたものすごく分かりやすいです最後まで聞きましょう、はい、では回帰的関係性その1これはですね、えー、星の王子様 サンテクジュペリーの星の王子様に出てくる、えー、酔っ払いですね酔っ払いの差し絵です、えー、サンテクジュペリーはもう著作権切れてるので絵を勝手に使っても大丈夫なんですね素晴らしいで、えー、右に引用しているのは青空文庫に出ている翻訳です、えー、まあ簡単に言うとですね、まあ、王子様が、えー、いろんな星巡りというのをします自分の星をですねあのバラ,にバラかなんかその花に乗っ取られてですね で、えー、もそれで、えー、地球に行きたいんですけど地球にそのまま行ったので,です、ね、話が展開が早すぎて、えー、出版社がですねもうちょっと伸ばしてもらえませんかって言ったんじゃないかと思うんですけどまあそれでそのしょうがねえなっつっていろいろ星巡りという場面をつけてですね間を持たせたわけです。でそこの中に出てくる何番目かな 王様の行ってそれからの,のうぬぼれ屋行ってそれから3番目に確か酔っ払いのところに行くんじゃないかと思うんですけど酔っ払いの星がこれですねでその王子様がですね、うん、聞くそれな何なんだここはとか思って聞くわけですえー、ちょっとこれを朗読してみたいと思います次の星は飲んだくれの住まいだった ほんのちょっと寄っただけなのに王子様は、えー、王子君で王子君って書いてあるんですけど、まあ、王子様は随分気持ちが落ち込んでしまった「ここで何してるの?」王子様は「飲んだくれ」に行った、えー、その子が見るとその男は空の瓶一揃い中身の入った瓶一揃そいを前に、えー、だんまり座っていた「酒を飲んでるんだよ」と酒飲みはしょんぼり答えた「どうして酒を飲むの?」 王子様は尋ねた忘れたいんだよ」と酒飲みは答えた「何を忘れたいの王子様は気の毒になって聞いた」「恥ずかしいのを忘れたいんだよ」飲んだこれはうつむきながら打ち明けた何が恥ずかしいの王子様は助けになりたくて尋ねてみた酒を飲むのが恥ずかしいんだよ」 飲んんだれはそうううったたきりとうとう黙りを決め込んでししままいましたどうしていいかわからず王子様はそこを後にしました大人の人ってやっぱりめちゃくちゃおかしいとその子は心の中で思いつつ旅が続いたみたいなことのですねちょっと微妙に翻訳を私の趣味で変えましたけどもでこれね私だから小学生かなの頃に読んでですね大変な衝撃を受けました。<laughs> 原因が結果を作って結果が原因になるって。 ここういういととあるんだと思ってはあなるほどと深く感じたのをですね数年前に誰が星のおじさまを殺したのかっていう本を書いた時に思い出したんですけどもえそれ以降ですね私はですねずっとこういう循環的関係性っていうものについて考えるようになった気がします。ものすごく大きな影響力ですねでえでそ,うかそういう観点から見るとですね その次にその前に出てその前に出てる一番最初の星目黒の一番最初に出てくるこの王様がですね、えー、考えてみると、えー、同じ構造を持ってるんじゃないかっていうふうに思うわけです。で王様のスライドに移りますがあ違うわ、えー、とすみませんこの酒飲みの状態っていうのはですね図式化しました。酒を飲むのが恥ずかしいで恥ずかしいことを忘れたい。 忘れたいから酒を飲む。酒を飲むのは恥ずかしい。忘れたいこと恥ずかしいことを忘れたい。忘れたいから酒を飲む。酒を飲む。恥ずかしい。酒を飲む。恥ずかしい。これぐる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 回ってしまいます。さ恥ずかしい。忘れたい。酒を飲む。恥ずかしい。忘れたい。酒を飲む。これが延々ついてしまうのが酔っ払いというものだということですね。 でえっとこの星の王子様の星巡りの最初はですね王様ですね。で実はよく考えてみると王様も同じ構造してるんですよね。ここは明確には出てこないんですけどそれちょっと考えてみたいと思います。えー、これはえっと酒飲みですね。王様王様ってこういう人ですね。で王子様が行くとですねなんかすごい偉そうに座ってて。でえっと 近づいていくとおお家来が来たとか言ったら一方的に家来だと決めつけられるわけですけどもで、まあ、王様は何をするのかというとですね、えー、きちんととしたことを命令するそしてそのきちんとしたことを命令するとですね全てが王様の命令に従うので自分は世界を全てを支配しているっていうふうに、まあ、こう考えているわけです。で、えー、例えばですねその、まあ、こういうふうに言うわけですね。えー もし将軍に「花かな腹へえ蝶々みたいに飛べ」であるとか「悲しい物語を書け」とかですね「海鳥になれ」とか言いつけたとしよう将軍が言われてたことをできなかったとした場合こいつこの将軍かこの王かどちらが間違ってるとそっちは思うかね王様の方ですっていうまあそういう対話があったりします。つまりできることを命令しないといけない起きることを命令すれば必ず命令は実現される。 で、まああの、例えばですね王様がですねその、えー、近づいて王子様疲れてたのでこうあくびをするあくびをしたらですね「こら王の前で王をするとはそがなっとらんダメだ」とか言うんですけどでも我慢できないんですよ「えー、長旅で寝てないんです」う「うんならばあくびをすよ」 人のあくびを見るのも随分ご無沙汰であるなあくびとはこれはこれは面白そうださあまたあくびをせよ言うことを聞けでもそんなに迫られて無理ですよと王子様が言うとうんではこうだある時はあくびをしてある時はあくびをするなみたいなんですねまあこういう感じにこう命令を実態に合致するようにこう変えることによって命令をですね実現するっていうことをするわけです。でまあそれでその王様のもとと飽きてですね王子が行くと。 行こうと思ったらですね「うんじゃあもうしょうがない面倒くさいから行きますえ行っちゃいます」とか言っていく行くのね「なんか行かないでくれ」とか言ってるんですけど「まあ、行きます」って言ったら「よししょうがない」っつって,言って、えー、王子様がですね、えー、こういうふうに言うわけです「もし陛下が言う通りになるののお望みお望みなら物分かりいいことを言いお言いつけになるはずです」言いつけるほら「えー、1分」 ないし1分以内に出発せよとかですね「僕にはもういくらあなんだと思いますから」とかいうふうに言うとですね王様はですね「うんよし措置を大使に任命しよう」とか言ってですねそれであの王子は出発していくわけですね。まあそういうわけでそのこの王様というのもですね、えー、ポジティブフィードバックというか今のこのぐるぐる周りの関係になってるんですよね。 えとこういういい関係になっています王様は全てを支配しているで全てのことが王様に従う命令を王様は出す全てのことは王様の命令に外れないそれゆえ王様は全てを支配しているということをこう常に確認しているわけですね。だから、えー、やっぱこれもやっぱりですねある種の循環関係になっている。でもちょっととあの、えーっと あれ,あ,れほどあれほど楽しくないですね酔っ払いほど楽しくないんですが、まあ、こういう関係になってるよなっていうふうに考えるわけです。で,で実はですねこう権力システムっていうのは、まあ、そもそもこ,のこ,う,こういうその循環的関係によって成り立ってるんですね。えー、とこうなっています。でまあ、ある人がその A が Z に服従するっていう事態があったとしますそうするとですね B さんは A が Z に服従してるのを見るわけです。それを見てです、ね、B が、えー、Z に服従すべきなのか と思う。それで B さんが Z で服従する。そうするとですね、今度は A が B の Z への服従を見るわけです。そうすると A は Z に服従する。で A 次はその B が Z への服従を見る。あこれちょっと丸が一個飛んでますね。B が Z への服従すべきなの、B A が Z に服従すべきなのかと思うっていうのがこの、ね、左の上にないといけませんが、まあ、そういうわけで,ですね、権力っていうのは誰かが誰かに服従する。 っていう様子を見て、それを見て、別の人も、あ、じゃ、あこの人に服従しないといけないんだ、何かいいことあるのかな、しょうがないのかなみたいな感じで、服従する。そうするとですね、複数のたくさんの人が、服従しているのを見て、それで人々がって、お、服従しないといけないんだって、服従すると、本当にそこに権力が生まれる。その権力の力によってですね、え、えー、いまいちやりたくないなっていう人も、しょうがない、服従しようってなって。そうすると、権力が強まって、そういう構造になってます。 でこういうですねぐるぐる回りによって、えー、例えば権力システムも維持されてるわけですね。でこれはですね私があの専門にして研究したことですけども全く同じ論理は A が Z ある商品 Z をですね A さんが Z という商品を受け取る受け取り受け取る受け取るするって書いてますけど受け取る。で B が、えー、ZB がですね A の z の z 受け取りを見る a さんが Z を受け取るのを見る B さんがねそうすると B さんはあ Z を受け取ったらいいことがあるんだ Z を受け取るべきなんだと思うとで B が Z を受け取るそうすると今度はですね A が B の Z の受け取りを見るで A が Z を受け取るこういう形でぐる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 回って貨幣は貨幣というのになります日本銀行券私たちが受け取るのはですねえー、と日本銀行券が素晴らしいからではなくって、えー、こういうですね、えー A が Z を受け取るで B が A の Z の受け取りを見る B は Z を受け取るべきなのかと思うとで B が Z を受け取るで AB が Z の受け取りを見てで A が Z を受け取ってっていうその Z の受け取りということがですねぐるぐる回りになってる。 でこれがでですすね、ね。その貨幣というシステムを維持してるんです、ね、だ金融とか貨幣というのは常にこ,のこういうポジティブフィードバックによって成立しているという性質があります。それは別にですね、その貨幣とか権力だけではないんですね何でもかんでもこういうことになっておいっても過言ではなくて、えー、例えばですね、えー、東大はすごい、えー、と東大を目指す人が多くなるで東大が難関になるそうすると東大はすごいとみんなが思う。 みたいな関係性が生まれます。あ、こう絵を出して、東大はすごい。東大を目指す人が多くなる。東大が難関になる。東大はすごいってことになる。だから東大を目指す人が多くなって、でそれで東大が難関になって、だから東大っていうのはすごいこってことになってっていうことをぐるぐる回りが起きてですね。本当にすごいってことになるわけですね。でこれはですね、その私たちの社会っていうものが必然的に持っている性質なんですね。でなのでその。 こういういぐるぐる巡りというものを視野から外しては物事は理解できないわけです。でそれは別にその私たちの社会だけではないんですね。例えばそのえと生態系というのもそうなっています。でこれはそのえっと有名な「ツクイムシってやつですねこれはその宇佐市のですねホームページからお借りしたんですけども、えー、こんなふうになっております。 まずですね、そのマツクイムシっていうのは、えー、カミキリムシとその線虫がですね、この相互作用してポジティブフィードバックを起こしてですね、発生します。ま家、あ、から行きましょうか。5月下旬から7月下旬に成虫、えー、が、えー、コシボクから脱出する。つまり枯れて枯れ,枯れた松の木がないとダメなんですけど、で枯れた松の木があるとそこかで,ですね大きくなって出てくる。 で7月から6月から7月に健全な松の枝をかじって線虫を植え付ける別に植え付けたいわけじゃなくてかじるんですよね。でかじってるとその植え付けちゃうんだと思うんですけどでそうするとですね月月から9月に松はれて枯れて死んじゃうとそうするとですね、えー、じそのカミキリはカミキリは枯れた木に産卵すると7月から8月。 8, から8月から10月に幼虫が、えー、樹皮下を接触する。で、えー、11月から4月、えー、さなぎ室何ていうんだこれえっと幼室っていうもんだったかなを作って越冬する。で線虫、えー、は2月から5月線虫は,はその周囲に集まる。えー、4月から5月羽化、えー、する。月、えー、月から5月 羽化、えー、する、えー、ウする線虫はカミキリムシに乗り移る線虫がですね待ってるわけよで羽化をそれでカミキリムシにくっついてで5月から7月に、えー、枯れた木から飛び出してっていうふうにぐ,ぐる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 回るんですねで,、えー、でこういうぐるぐる回りによって、えー、増えるので一回ですねこのカミキリムシと線虫がですねやってくるともう止められないものすごい勢いで松、えー、が枯れてカミキリムシが 卵を産み卵を産んだら線虫が増えてでそ,れでそれでそれでそのカミキリムシに線虫がついてで,でそのカミキリムシが元気な松に噛みついてその線虫を移すと線虫が木を枯らしてくれてその枯れた木にカミキリムシは卵を産んでっていう、まあ、こういうポジティブフィードバックぐるぐる回りが成立するんですね。でこういうことはたくさんあります。 なぜたくさんあるのかっていうとい、ね、これこの非常に大きな見落としがあるんですけどいわゆるその最適化成長サバイバル・オブ・ザ・フィッテストっていうあのこれは、えー、スペンサーという哲学者が言い出したことなんですけどまああのダーウィンもこれ受け入れてるんですけどね。あの ある生態系があったらその生態系のですね必要なでで利用可能な資源っていうのはですねその生物によって最大限まで常に利用されてるはずだってダーン考えてましたでそうなるとですね、えー、ちょっとでも他の生物より劣ってるやつは、えー、不利になるわけです。で不利利にななるると有利なやつはでですね増える速度が速いので えー、数ってやつで増えますよねそれでものすごい勢いでその一番有利なやつが増えると他のやつでちょっとでも劣ってるやつはもう全部排除されてしまうだから、えー、可能な生態系ニッチはですねにある部分は、えー、ある最も適応した種によって独占的に占有利用されるのだっていう、まあ、これが基本的な考えなんですよね。 でこの考えでそのサバイバル・オブ・ザ・フィッティス最適者セーションで最適なものだけが生き残る生き残るやつが最適なんだとだから、えー、とその劣ってるやつを助けたりするのは、えー、その社会の進歩をね止めてしまう反社会的行為であるなのでその弱いやつは滅べばいいんだと強いやつだけが生き残ればいいんだっていう、まあ、そういう社会進化論みたいなのを生み出してしまったということでですね非常に評判の悪い考えですけどでこの考え方はですね 今もえっ、ー、といわゆる生物進化論の基礎になってます。だけどこれ大きな見落としがあってですね。何かっていうとその共生関係があると、えー、あ話が全く変わってくるんですね。今みたいにカミキリムシと線虫の共生関係があると、えー、とんでもないことになります。なぜとんでもないこととなるとカミキリムシが増えると線虫が増える。線虫が増えるとカミキリムシが増える。単にですね増えるだけじゃなくて線虫が増えるとね枯れた木が増えますよね。 だからカミキリムシが増えやすくなるんですでカミキリムシが増えやすくなると増えますよね。カミキリムシが増えると線虫にとって増えやすくなるんですね。だから、えー、そういわゆる適応度っていうのが上がっちゃう。でそうなると何が起きるかってですねこれは私がですね、えー、研究したことなんですけども、えー、そのこの研究の内容はですねカエの複雑性というややこしい本に書いてありますがこの後ろ料にあるこの,この経済学の本の中でも簡単にまとめてあります。 でそのこれポジティブフィードバックってやつで、えー、強制的関係に入るとですねこの最適化生,産生存ルールの下では、えー、めちゃくちく有利になるんです。とんでもなく有利になるんです。とんでもなくってのはなぜかってめちゃくちゃっていうのは何かというと、えー、他人をね他の人間他の生き物を搾取して例えば、えー、草を食ってる動物がいてあんでまだ、あ、そっちを探てってやるなってほの生物よりも。 より効率まあ、草を食ってる動物がいます、ね、でその一番早く食うやつが有利だと釣るじゃないですかで早く食うやつが一番有利なんですよ他のやつよりねだけど食ったら減るじゃないですかだからえー、っとおの自ずとすごい制約がある一番有利だと言ってもところがですね、えー、さっきのカミキリムシさんみたいに、まあ、例えば、えー、草を食ったら草が増えるっていう草食動物がいたとしましょう。 そのそいつに食われると増えるんですよ。そしたら、えー、そいつは食えば食うほど草が増えますよねでそいつはですね、えー、食べる速度がどんなに遅くあると何しようと自分が食ったら草が増えるので、えー、めちゃくちゃ有利なんですそういう共生関係に入ると単に草を食ってるやつは全滅するんですね。だからそのででカミキリムシと、えー、センチュウの関係ってすごくわかりやすいんですけどもちろんですねそうするとマツが滅んじゃいますよね だから、えー、と当然その松が大量に植えられてるっていう条件がないとですねこれ成立しないんですけどだけどそのある範囲内で見たらですね単に松を食うやつよりもこの松食い虫みたいだとその線虫の関係みたいなっやつの方がはるかに有利なんですよねものすごい有利なんです自分にに有利ななを作りながらら増えていくだから、えー、と単に松をその 卵を産むだけとか単に松を食うだけでは大したことないんだけど松を卵を産むやつと玉松を食う倒すから枯らせるやつがコンビになるとものすごい有利になるっていう、まあ、そういう共生関係が発生するとですねめちゃくちゃ有利になるわけです。でこれが、えー、いわゆるその、えー、ポピュレーションダイナミクスってまあそのだから、えー、最適者生存っていう言葉やっぱおかしくて。 何かというとですね。関係性を無視しているからですね。その条件に対して最も適応したやつが一番増えるだけが生き残るんですよ。それは事実なんです。だけど、その条件を変更できるやつの方がさらに有利なんです。なので。こういうマツクイムシと。線虫みたいな関係がですね。一旦発生するとですね。めちゃくちゃ有利になるわけですね。なので、その経済。 経済その生態系っていうのがなぜあるのかって私はこれで理解できると思ってます。つまり例えば草食動物がね草を食うと草減るじゃないですか。だけどその草食動物が歩くということによってその生みるということによってね例えばその糞をするとかさそういうのを尿するでそれがですねあの微生物分解しますよね。微生物に対するその栄養素を提供しますね。それで微生物が増える。その微生物を食うやつが増える。その微生物を食うやつを食う虫が増える。そういう 結果としてです、ね、生態系が維持されるようなその不より複雑なぐるぐる回りが計算してで結果的に草が増えるみたいな関係性をですねやっぱ生物っていうのは持ってると思うんですよね。なのでそのつまり単にバラバラの相互に競争し合う資源を奪い合う生き物だけが地球を覆ってるのではなくて生き物が生き物を作る環境を作るって関係になってますよねそれは生態系っていうことですけど。でその生態系が生み出される根本的原因はこのサバイバル・オブ・ザ・フィッテスト の権利利にによって強制的的関係が圧倒的に有利だからなのでその、えっと、単にだから何ですかねその、えっと、私が最初に出したその酔っ払いとか王様とか貨幣とか権力とかそういうぐるぐる回りだけじゃなくて、えー、そて生物生態系っていうようなものもそういうぐるぐる回りでできてるわけですね。でそれでさらにですねそれだけでは済まないんです。 えとその私たちの体の中例えばですね、えー、これはその体の外ですけれども、えー、これがそのこれねこれ何かっていうですね還元的弁当,弁当スリン酸回路いいうものらしいです一体何なのかまあ私も知りませんどうでもいいんですそんなことは <laughs> あのえー、っとこれをですねなぜ出してんのかっていうと。 これ、私たちの細胞ま、私たちはない、完全に同じではないんですけど、その細胞の中でですね、ある非常に小さな部分を見ているだけなんです、化学反応の。で、その非常に小さな部分が、これぐるぐる回りになってるんですね。で、しかも、このぐるぐる回りはですね、めちゃくちゃややこしいぐるぐる回りになってます。 これあの大きな一番外側にこの大きな円が描かれてますけど中にですねいろんな回路がやっぱりつながってますよねだからこ小さな円が実は周りにぐるぐるぐるくなる,るしかもここに入ってくるやつここに CO が入って何か出ていってますけどもこの何か出ていってるやつも他のから CO2 ってのは例えばだから細胞だったらさ、えー、と他のとこからやってくる,るわけですよね。その血液とか,からやってくる CO2 っていうのがやってきたらそれを分解してで別物に作り変えてとかこれは葉緑体の中であるというから体の中じゃないな、えー、これは CO2 が入ってきてでんぷんを合成したりする光合成とかの方ですね呼吸じゃないですね。でえー、とぐるぐる回りがですねぐる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 回ってるっていうのが。 私たちののの細胞の中でで起きていることなんですものすもごく複例えば大腸菌が呼吸をするつまり何かを分解してね自分の人らも取り出すっていう回路も、えー、それをその徹底的に解析するっていうプロジェクトが行われたんですがその結果はどっかホームページに出てたんですけど今ちょっとどうやって探してわか分かんなくなっちゃったんですけど体育館いっぱいぐらいになるんですよ模造紙みたいな字書くと。 たった一個ののの大腸菌の中たのたった呼吸っていう部分だけがねそれじゃだけじゃないですいろんな機能を持ってるのでとてつもないぐるぐる巡りの巡り巡ったわけの分かんない化学反応回路が私たちの身体体の細胞の一つ一つの中で起きてるんですよねだからその体の中もぐるぐる巡りで起きてるでその体の外の生き物の生態系もぐるぐる巡りをしているでその生態系の取り組みを囲む中で社会私たちができている社会もぐるぐる回ってる。 でぐる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 回ってるぐるぐる巡りでぐるぐる回って世の中ができてるわけです。でこういうものに対してですね単純な、えー、こうやればこうなってこうなるよねみたいな考え方を適用するってのは、ね、根本的によくないわけですね。でそれがこの「経済の複雑さを生きる」のをですね、えー、118ページの、えー、何度も何度もすでに読んでますけども問題を読ませていただこうと思います。これあのグレゴリー・ベイトソンっていう人の え文章なんですけども「えー、意識に届くものがもっぱら目的に従って決定されるとした場合事故と世界のサイバネティックの姿が四季のスクリーンに映し出される可能性は極めて低い」というのも目的に導かれた議論は一般に「リニアルな形式を取るからだ」「望むのは D である」「B は C に通じ C は D に通じる」従って「B から C へと進めれば D を売ることができる」というふうに。 しかし精子全体の仕組みも外界の出来事も通常因果の連鎖が循環するリカーシブ・回帰的な形式を持つものだ。 そこにリニアルな把握形式を持つ意識が押し当てられた場合データのサンプリングどのような変更が生じるかは明らかであるすなわち意識にすくい上げられるものが事故や外界のシステムの全マトリックスからではなく出来事の循環回路の一部だけを切り取った個からのデータに限られてしまう意識の狭く鋭い注意が回路全体から個を切り取ってそれが全てであるかのようにしてしまうのだ。 こうした目的意識が陥りやすい偏狂な関係界を提供は強制することに知・ウィズダンと呼ばれるものの本質があると言えるようだという文章がありますちょっと難しい文章ですけれどもでも今の話を前提に考えていただくとね、えー、つまりその、えー、ここに行きましょうかこうなってるわけですよぐるぐる世界はねでこのうちごく一部だけ切り取って、えー、これでこれができるからこうしたらいいんだよねみたいなことを考えたらですねそれはその破壊的ですよね でまあ、これだとちょっとわけわかんないから、まあ、一番最初にこう行きましょうか酔っ払い酒を飲むのは恥ずかしい忘れたい恥ずかしいことを忘れたい忘れたいから酒を飲むこういう人を向かってですねこの「忘れたいから酒を飲む酒を飲むのが恥ずかしい恥ずかしいことを忘れたい」じゃあ「酒を飲むのが恥ずかしい」だったら「酒を飲まなきゃいいじゃないですか」ねみたいなこと言ったってどうしようもないわけです。 その酒を飲まないように、えー、しましょうとか言ってここに介入してもですねダメですよね酒を飲むのが恥ずかしい恥ずかしいこのぐるぐる回りこのぐるぐる回りを逆にしてあげるとかね酒を飲むのって素晴らしいよねみたいな感じで関わるとかさそういうことをしないといけないわけですでその、ね、酒なんか飲んじゃダメじゃないですかとか言ったらますます恥ずか,恥ずかしくなっちゃいますねだからその 酒を飲むのが恥ずかしい恥ずかしくぐるぐるまになっちゃってる状態を解消するためには回転を逆にしてあげるあるいは回路を切る別の接続をするなどといった方法を取らないといけませんそうすることがですね私たちがまとともにに物事に取り組むいうことを可能にしてくるわけですでこういうことはですねこの「複雑さを生きる」に詳しく書かれてますしまたですねこの経済学の船出の中にですので私の,その基礎的なその研究ね 貨幣の,の,の研究なんかの解説も出てます。でこのぐるぐる周りのリカーシブな世界このぐる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 世界をですねなんとかしないといけないそれが私たちがなんとか生きていくために必要なことででもそのためのですね能力は私たちの中に備わってるわけです。これの「複雑さを生きる」のですね最初のところに書いてるこの「複雑さを生きる、ね」が、えー、しまった最,最初のところに書いてる。えー 我々人間一人一人の心身には信じがたいぐらいに高い計算能力が備わっておりその力をを活用しなななければ複雑世界を生ききることはできない。その創造的な力の作動を恐れ外的な規範にとらわれ直接的な目標を達成のために頑張ることは事態を悪化させるだけである。 物事に取り組む場合にはその置かれた環境を視野に入れ学習能力を活性化し間接で自動的な働きかけを行わなければならないそのために必要な暗黙な力があなたには必ず備わっているとこの本の最初のところに書いてありますそのことをですね、えー、理解していただくっていうことが、うん、世界をね豊かに生きるためにとても必要なことで,でこういう考えはですね、えー、例えば仏教とかね そういうものとも深く結びついてると私は思っていますで,、えー、で、そんな素晴らしい本はぜひとも読みたいと思われる方はですね、このそうひとつき満札のホームページに行ってくださいひとつき満札のホームページ一回も行ったことないけれども毎日見てるみたいな人はたくさんいるかもしれませんが、えー、この際ひとつき満札のホームページに行ってくださいで、えー、ひとつき満札のホームページをいくとですね、えーまあ、こ,こういうページになります でここでこの左のですねアストミってところをクリックしていただくと、えー、私のページが出てきてこういう麗しい写真が出てまいりますがその下にですね、えー、このショップがあってその中で「複雑さを生きる」もありますし経済学の本でもまたそのセットも販売されております。えー、複雑さを生きる お買い上げいただく場合はですねここクリックしていただいたら3万5千円という価格になってます高いように見えますが、えー、この本はですねそもそも2200円で岩波書店から販売されてたんですねでその2200円で売ってるのにですね絶対になっちゃったわけですこれ岩波バージョン2200円だったんですねで、なんでこれ売れなくなったかというとさっきの話のそのぐるぐる回りの リカーシブな世界観にのっとって書かれてるわけですがそれをですねこの本としてこうポンと出てきただけでは全く通じなかったなのでよくわかんないやということで売れなくなってしまいましたで清水さんがそれを復刻していただいてですね単に復刊したってまたどうせ売れなくなるわけですなので、えー、まず10時間の解説動画を2人でつけてでもそれ以上にですね えー、こうやって毎日毎日この本についてあるいはこの私,私の思想について清水さんといろんな問題を取りながらお話をしていました最近は一人でやっていますでこうやって私の思想を YouTube で毎日配信してくださってるわけですねそういうコストも入っていますで、えー、で実はすげえこそかかるんですよこういうことするのはねでそれにさらに今私がですね一人で、えー、解説動画を撮っておりますでこの解説動画の第2弾 これもですすねでに購入いただいた方には先行販売をするということですので是非今のうちに、えーね、今ですね在庫が減りつつあるそうなので早めに注文していただけると早く手に入ることができますも,もちろんです、ね、増刷されるので、えー、必ずお手元には届きますが早く注文していただくと早く読めますよということでしたでは是非ですね、えー、まあこの本とか この本によってですね私の思想っていうものを皆さんの生活に生かしていただいて、えー、こう酔っ払いみたいにならないよこのですね、えー、もう一度味わい深いので、えー、お,お,お,お話ししておきましょうかね。何してるるのの酒を飲飲んんんんででだだよよなむの忘れたいんだよ何を忘れたいの恥ずかしいのを忘れたいんだよ。 何が恥ずかしいの酒を飲むのが恥ずかしいんだよ、えー、こういうことになってる方はですね、えー、実はいっぱいいるかもしれませんなので、えー、そういう世界から逃れるためにですねぜひこの本あるいはこういう本をですね私の方を読んで動画を見て一生懸命勉強してしっかりですね思考方法を変えてくださいそうすればあなたのあなたの中にはですねそれを生き抜く力が必ず備わっております ありがとうございました。